神代でございます。今日はスサノオ判断の準備について、お話をいたします。この時期スサノオはバカラッタ博多の那国の櫛田城におりました。それではここで、バカラッタ那国のバカラッタにつきまして、今一度古代韓国語で、解析してみたいと思います。バカラッタとは、バは外の外れの、からは漢族のとか漢半島のですね。他は土地領地、いわゆる外の漢族の土地、もっと言えば漢族の漢半島の外の領地という意味でありました。すなわちバカラッタがなまって後世ハカラッタ博多となったようです。以上、博多の語源につきましてお話をいたしました。それはともあれ、バカラッタ那国の櫛田城でスサノオはアマテラス狼別称卑弥呼、月読み巫女と役職は高結び巫女であります。アマテラス狼月読み巫女の正式な使者を受け、領地没収追放の処分を聞きました。しかしスサノオは驚きませんでした。このことはかねて想像していたことでもあり、おおよそ予測をしていたからでありました。それにしてもちょっと厳しい処罰かと思いましたが、しかし兄弟に甘い姉と何事にも優柔不断な兄とがよくぞ決断をしたものだと思いました。上等だ、上等な判断である。スサノオはこう思いました。この頃のスサノオはすでに邪馬台国への反乱を決意しておりましたから、気持ち的には落ち着いていました。いや、きちんと正確に言うと反乱ではなく王の交代で、ありました。姉、アマテラス狼の神霊力が衰退したからそれを変えるのです。太陽までもが消滅したというのがその根拠となっておりました。アマテラス狼が奉じている太陽神までもが今の世界、アマテラス狼の支配の世界の衰弱を怒り、憎しみ、霊能力者、支配者の交代を支持しておられると思われました。それは天の意思なのだ。事実、ここのところ数年は日本列島にあっては凶作が続き、天災、地震、飢饉、洪水、疫病などが続いておりました。そのため、大勢の死者、負傷者、病人などが出、世の中は暗い雰囲気に包まれておりました。
それとて、元はといえば、は、日本列島自体が、紀元240年の年から、地球の気候の変動により、冷涼化し、気温が下がり始めたからに、他なりませんでした。気温が一度下がると、農作物はほぼ1割の減収になるのです。この1割の減収という意味を具体的に述べますと、この3世紀中頃の邪馬台国にあって、人家が7万戸、人口一家に5人として、約35万人と考えれば、その35万人のうちの1割、3万5千人が食べるものがなくなり、餓死することになるのです。多分に餓死する人は、社会的な弱者に多かったでありましょうから、女性や子供、あるいは貧しい人々が多く飢えて死んでいったものと想像されます。そういう社会的な背景があります。スサノオが王を変えねばならないと思ったことにも一応の理屈があったのです。確かにこの時期、社会的にアマテラス狼の知性が限界に来ていたことは否めませんでした。それはともあれ、スサノオは反乱の準備を着々と進めていました。スサノオとしてみれば、姉アマテラスオオカミの死についても、彼女が国家を代表する神霊能力者である以上、それもやむを得ないことと、諦めの心境を抱くようになっておりました。国家を代表する主権者、いわゆる荒人神は、その生命力が旺盛な時は、この世のすべてはうまくいきますけれど、一旦衰弱に向かうと、この世は天災、飢饉、疫病などの数々の災厄に覆われるとの迷信があったのです。荒人神を変えねばならないというのがこの時期のスサノオの思考でありました。スサノオはその思考のために黙々と準備を続けました。それを具体的に示すと、一に、出雲郡の大宴でありました。これは、叔父である木坂三鷹彦に、その旨要請をしており、木坂三鷹彦も了承して、約3000の出雲の軍勢が、会場から筑紫へ送り込まれることになっておりました。この3000の出雲軍は、もう間もなく、バカラタ那国へ、上陸してくると思われました。2に南方クナ国との
和平の件でありました。この件については韓半島東部の白、後の白木ですね、白国の天海王および烏老が中に入ってくれ、秘密のうちに、スサノオとクナ国との和睦が成立しておりました。そういうことで、クナ国軍の筑紫方面への北上は当面ないと判断して、良いようでありました。3に、弁官諸国への兵隊の勧誘でありました。これは回りくどくなりますが、今韓半島では落浪軍大砲軍の横暴に対して横暴に反対して馬韓新韓の小国家軍がこぞって義に対する反乱の火の手を挙げておりました。この状況を知って弁官諸国にあっても明日は我が身と思ってか、馬韓新韓の国々に好意を寄せる国も多かったのです。その最たるものが大賀屋、古良の大賀屋です。金韓、金目の金韓、古賀屋、古氏未頓国の古賀屋、大賀屋、金韓、古賀屋だがそうでありました。それらの国々からは密使がスサノオのもとへ来て、義軍を退治するための戦いなら我らも参戦するにやぶさかでないとの申し入れがなされておりました。スサノオの戦闘準備の状況はこういう具合でありました。スサノオは何も和国を滅ぼそうなぞとは考えておりませんでしたが、しかしそろそろ王の交代は必要であると思っており、その自分自身の決断を抑えきれないようになっておりました。さて、そのスサノオの挙兵でありますが、それは田植えが終わった後の7月初旬の頃ではなかったろうかと私は推測しています。まずもって出雲軍3000がバカラタ那国へと上陸し、その次に弁官の大賀屋、金官、古賀屋の軍3000がやはりバカラタ那国へと上陸してきたのです。この弁官の大賀屋、金官、古賀屋の軍勢はほぼ大賀屋の国王長さによって動員されてきたものでありました。ここでこの長さについて少々説明をしておきたいと思います。長さというのはいわゆるイザナギ、イザナミの長男、日本書紀に書かれておりますヒルコ、私は祈る男の意味のヒルコと考えております。ヒルコのことでありました。日本書紀ではヒルコは生まれ落ちて3歳になった右り、
イザナギイザナミの石によって天のくす舟、堅固なくすの木で、作った木造船ですね。天のくす舟に乗せられ、風のままに海上に放たれたと言われていますが、それは物語の世界でありまして、実際にはそういうことはなかったであろうと考えられます。私としては長男であるヒルコを自分たちの故郷である大岡谷国の国王にするべく、3歳になった途端船に乗せて帰国させたものと推察します。そうして40数年が経った今、ヒルコは立派に成長して長さと名乗り、金冠や古賀屋の領主も誘って、軍勢を率いてこの北部九州那国の地へ上陸してきたのでありました。なぜ大岡谷国王である長佐が那国のスサノオの挙兵の勧誘に乗ったのか、それには私としては次の3つのことが考えられます。家はやはり馬漢新漢諸国による義帝国に対する反乱であります。同じ朝鮮半島南部にある国々として、それら馬漢新漢の国々を応援し、いささかでも義の落郎軍大砲軍の圧力を跳ね返し、きちんとした漢族の独立を保とうとしたと想定されます。 B はここ7、8年来の北部九州はもちろん、韓半島南部の天災、飢饉、疫病の蔓延でありました。3ヶ月前の太陽が消えたこともそうでありますが、完全に今の世界、卑弥呼による政治の世界は、天が嫌っておいでになると考えられました。ここはやはりスサノオの言う通り、王の交代が必要と判断されました。 C で、ありますが、これが大岡谷国王長佐としては最も望んだことでありましょうが、いわゆるアマテラス狼の後の次の和国王には、一族の最長老である自分が即位して良い、自分が即位して構わないということでありました。右の系図を見てもらえばわかりますが、長佐が一番一族にあって長老なのでありました。そりゃ長佐は自分たち王族の故国である大岡谷の国王でありましたわけで、その大岡谷は穀物が豊富に実り、絹の衣服があふれ、家畜として牛馬も多くいるという桃源郷のような国であり、言うこともない肥沃な土地だったのでありましたが、
しかしそうは言っても人家は1万戸に満たず、人口は5万人に足らず、今となっては邪馬台国に大きく差をつけられておりました。俺が和国の新国王になると長さが思ったのも無理はなかったのです。長さは口にこそ出すことはないけれど、そういう気持ちでバカらったな国に船で乗りつけてきておりました。かくしてスサノオの邪馬台国に対する戦争準備はほぼ整ったわけです。あとは秦軍の旗を振るだけでありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はアマテラス狼スサノオと対陣するについてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。